何かおかしい。だがなぜか知ってる気がする。この終わりのない寒気は覚えている。どこにいる？姿を見せてもいいぞ。コルボ、古き友よ。言うまでもないが、また女王を失ったな。ネリラは下船の者として生まれ、今は玉座に座る。15年前に暗殺者ダウロから彼女についての警告を聞けたかもしれない。だがお前はあまりに忙しすぎた。時代は変わったな、コルボ。お前は世界の陰鬱な一端を見ていない。宮殿での生活がお前を丸くしたか。人は限界を超えて動かされた時何を思うのか。帰りたくと決して帰れないような状況で、お前はついに女王を殺す感覚を味わうのか。ダウドだけが知る感覚をな。いいや、助けを頼んだ覚えはない。今それは必要ない。これは驚いた。ではそうしよう。またここに来るとは思いもしなかった。ここに来たことがある。知っているわ。覚えている？あなたは本当にたくさんのことを経験したのね。私はただの子玉だけど、あなたを感じられて嬉しいわ。ジェサミン、その声がお前の最後の反響でしかなくとも十分だ。私の最後の子玉でしかないわ。少しだけ一緒にいられる。もしこの果てしない広がりを越えてあなたを抱きしめられたら、どんなに素晴らしいか。でもこれを渡せるだけ。力と呪いを召喚してくれれば、できる限り導くわ。ネリラは一体何者なんだ？ジェサミンの姉だと。ならなぜアウトサイダーの印を？ネリラは珍しい人物だ。彼女は血と汚れの中から上り詰めて、王国で最も聡明な学者からその地位をかすめ取るまでになった。生命力と野心、芸術に魔術、そしておもろいものを飛び込む狡猾さ、全てはダウンウォールタワーでのことにつながっている。デリラは長らく戦ってきた。彼女はあらゆる領辱を受けてもなお王冠を掴んだ。だが秘密を教えよう。彼女が見据えているのは壮大な目標だ。私は気を抜いて持ち場で眠りに落ちてしまった。とにかく愛する者が危険にさらされている。再び最後にカルナカを目にしたのはダンウォールへ向かう船に乗っていた時だ。私はまだ18だった。夜通し踊ってかなり酔ってもいた。先の公爵に気に入られのぼせ上がっていた私は、自分がアイルズ史上最も偉大な剣士であると思い込んでいた。私は30年以上も宮殿で愛する人々を見守ってきた。女王は私の腕の中で死に、新たな女王を生まれた時から育てた。私がアイルズの最重要手配犯として殺人鬼の痕跡をたどり故郷に戻ると誰が想像できただろうか。この町を後にした
あの18歳の少年は私のことをどう思うだろうか。哀れな年よ。おはよう。話す準備ができたら私の知っていることを教えよう。なるほど、多少は理解したが、お前とソコロフはここで何をしていた？彼はカルナカを愛していた。だがクラウンキラーに関わる陰謀に気づいてしまい、あなたに忠告しようと。緊張感が高まっているとは聞いていた。汚職や暴力行為、地方当局が解決すべきことであまり気にしてはいなかった。新公爵は全て放置だ。だがソコロフは新公爵の黒い陰謀に気づいてしまった。驚いた様子でやってきた彼が語ったことを聞けば、そのきな臭さを理解してくれるだろう。その後二人でダンウォールに向かったが、問題が起きた。クラウンキラーか。そう、扉がこじ開けられてソコロフが叫んだ。彼の姿を見たのは一瞬で、誰かに背負われていた。できる限り後を追ったが、アダマイアの方角へ逃げられた。錬金術師ハイペシアの研究所さ。公爵は彼女の患者でもある。何かあるのかも。アダマイアはかつて保養地だった。私が潜入してクラウンキラーを排除しよう。錬金術師の協力があろうがなかろうが、ソコロフに何が起きたのかを調べる必要もある。祈ってやりたいが、私の祈りなどに価値はない。仕事を済ませたら監視塔を無力化するんだ。うまくいったら私が船を寄せる。準備ができたらボートを寄せる。言葉で下ろしていいか。町は様変わりしただろうな。なら行こう。もう一度だ、古き友よ。アダマイアまで連れて行きたいが、警備が厳重すぎる。監視塔には最上級衛兵がいる。内陸まで行き、軌道駅を利用してくれ。サーコノスの前公爵はカルナカの建設に10年を費やした。しかしルカ・アベールになった途端、凄まじい勢いで町の富を浪費し始めたんだ。チュチニクリンとお祭り騒ぎで。先の公爵セオダニスは覚えている。いい方だった。アダマイアまでは気をつけて。公爵は最上級衛兵に見張らせている。よそ者は発見次第攻撃される。その点は問題ない。ここなら良さそうだ。アダマイアに着いたらクラウンキラーを排除し、ソコロフの居場所を探してくれ。錬金術師のハイペシアなら協力してくれるはず。ソコロフのお気に入りだ。後ほどアダマイアで会おう。監視塔を無力化するまでは船をよこすのを待ってほしい。カルナカまでよく来たな。ここはドイツの船だ。船長を知ってるか。アウトサイダー。顔を隠していると最上級。やあ、サーコノスの同胞たち。その件には気をつけ。数匹のブラッドフライで足を止めるの。俺は行く。いいか、ゆっくり動いて巣には近づきすぎるな。やはり群がっているのか。私の若い時、こんな巣には石を投げていた。ゆっくり行って距離に気をつけるんだ。落ち着いて。
帰りということか。さあ、この日の同胞たち、新たな女王デリラ・カルドリン一世の王位継承およびサーコノス公爵であり王輩でもあるルカ・アベール閣下の間もなくの到着を祝おう。うん、公爵がカルナカに戻られてから3日間は旅の疲れを癒やす。ああ、ボスとの話し方を心得ている。悪どいやつだ。またグランドパレス周辺の徒歩での通行に対し追加の徴税を行う。金庫店にようこそ。なんだ、気軽に見てってくれ。ガラスが割れたのか。アダマイア駅、ここから研究所に行けるはず。私が知らせを伝える。今年のブラッドフライ問題は近年でも最も凄まじかったように思える。サイコロ2人手は出さない。クローズハンド、大衆の大修道院の装置を取り行ったものは厳しく罰する。直ちにサーコノス最上級衛兵に連絡すること。現場の衛兵が対処に当たり他に罰金が必要かどうかを判断する。別に構わないが、彼らは虚無の中で腐るだろう。私は彼らの尽きない不平どころじゃない。エリンガおばさんがオールドランプローに引っ越したんだ。マジか。彼女には好きなマグロに来られたな。ソーダには目がないんだ。